こんにちは。天馬アカデミー堀秀夫です。オーストラリアアマゾン輸出を始めましょう。日本人が安心して長生きするには自分で稼ぐ力をつける必要があります。今、長生きなんかするんじゃなかったと。老後破産、ね、あるいは長生きリスクというのが言われていますま。年金、ね、えー、もらえないなんて誰が言ったっていうコマシャルが昔ありましたけどね。 今や年金もらえるなんて誰が言ったと。いつそうなってもおかしくない状況であります。ただ、先行きね、えー、どうなるんだろうというところはある日本なんですけど、まあ輸出ビジネスに目を向けてね、仕入れの場所としてせっかく住んでるからね、仕入れてこの輸出すると考えるとどうなんだというと、すごい儲かる商品がいくらでもある、まあ、仕入れの天国と、ね。えー 日本だけで稼ごうと思うと日本は地獄かもしれませんけど、仕入れの場所として考えたら天国だということが言えます。ね、で、オーストラリアの今アマゾンが始まりました。でね、メルボルンの倉庫にこう行ってきたわけなんですけど、まだね、えー、テスト段階というような感じです。なぜなら、オーストラリアのアマゾンはまだ最大消費中の シドニーに倉庫も作ってないとで。人口は少なくても購買力旺盛なオーストラリア。ねまあ、シドニーで暮らしていた私はオーストラリア人の豊かさ、あるいは金遣いの荒さが分かります。しかし一般的な日本人はオーストラリアの消費力を低く見積もりすぎています。ボクシングで。 12月の26日、ボクシングデーというね、えーまあ、セールの日、まあ、日本でいうところの、ね、年末年始の、まあ、正月の初売りセールみたいなのがあるんですけど、まあ、そのボクシングデーのセールだけで売り上げが23億6千万ドル、二、ね、億円、ねえー、に直すと、売り上げ2000億円です、大体。 2000億円、ねえー、ホリデーシーズンの、ねえー、セールだけで売れちゃうと、まあ、じ人口高々ね、3000万人、えー、いるかいないかなのに、なんでそんな売れるのか、ね、購買力を捨てたのかと考えたらね、えー、多分金融資産とかね、えー、貯金残高と,とかだったら、日本と比較しても全然日本の方がお金はあると思います。ただね、 日本の場合はね、ずっとデフレが続いててね、先がどうなのか分からないんで、お金持ってる人はいますけど、お金使う人が少ないと、そこへ行くとオーストラリアはね、使うの大好き、まあ、どこの都市行っても、シドニーはもちろんね、地方都市行っても、普通にクルーザー、つないである港あります。 日本だとね、えー、ヨットとかクルーザーを持つ人って本当お金持ちだけなんですけど、まあ、オーストラリアだとね、まあ、年収1000万程度でもクルーザーを持つ人が結構いると、ね。1000万なくてもあるいはね、まあ、普通に最低賃金、ねえー、7万ドル、8万ドル、ね、だから年収で言ったら、えー、600万、700万ぐらいの人でも、ねえー、共同でクルーザーとか持ってたりすると。ね 日本だと考えられないですよね。ボンボンじゃなきゃクルーザーとかヨットやんねえだろうって感じなんですけど、もう全然オーストラリアだと普通のおっさんがクルーザー持ってます。ね、釣りやったりとかね。あとプール、ね。こんな寒くてね、いつ入るんだよって感じでシドニーのプール。ねえー、でも結構あります。これ別にね、えー、プールがある超高級住宅地をわざわざ選んで移してるわけじゃなくて、もう本当普通の 普通のっていうかね、超は少ない、つかない高級住宅地、ね。まあ、大して高級じゃないっていうのは、この家の詰まり具合を見ると分かると思うんですけど、一個一個は多少でかくてもね、本当の金持ちの家が多い地域っていうのは、これがスコーンとね、庭が、庭のがでかいっていうのは普通ですけど、まあ、この普通の、まあ、日本でいうとこのね、えー、分譲地。 普通の分譲時ですよね。ぐらいのクラスに普通にこうプール作ってますね。プール金かかるんですけどね。作るのにも金かかるわ維持費にも金かかるんですけど、まあなんかプール好きなんでしょうね。狭いプール入るのかなって感じなんですけど、まあ金使ってプール普通にあります。そんだけね、お金使うの大好き。 で、過去26年間ね、不況知らずなんで、もう別にね、あれだけ使っちゃっても将来に不安持ってる人がほとんどいないという、まあものすごい日本とは正反対の地域ですね。で、このオーストラリアで、これから本格的に、え m、ー、アマゾンが攻略を始めます。ね、オーストラリアアマゾン、今のうち始めるのがおすすめです。今のうちからオーストラリアアマゾンを始めれば、え6ヶ月後に、ね、一番の盛り上がり、 ホリデーシーズンを迎えます。先ほどのボクシングデー、2000億円売り上げるボクシングデーが半年後に、半年後、半年後、5ヶ月後から半年後にかけて控えてます。でアカウント登録と、ね、元の商品を見つけるのに1ヶ月と、ね、元の商品ってあの、初めのね、初めに売る商品を見つけるのに1ヶ月と、その後、2週間に1回ずつ商品を送ると5ヶ月で 10回商品を送れ,ればね、どんな商品が儲かるか、どの商品が売れなくて扱わない方がいいのか、どの商品が販売に問題があるのか、一通りわかります。そして万全の体制でボクシングデーのセールに参加することができます。Amazon はすでに販売実績のある販売者、同じ商品を販売したことのある販売者、同じ商品のカテゴリーを販売したことのある販売者、要は実績のある販売者を優遇します。 ですんでね、えー、まあ、後から始めた人は、やっぱり先にやってる人がね、えー、何か間違いを犯してくれるとか、ね、ミスをしてくれない限りは、なかなか同じ商品同じ値段で売ったんじゃ売れないと。ね、逆に先に始めてれば、同じ商品を高く売っても売れるということになります。で、またね、そういう金遣いが荒いオーストラリアですから、この値段もね、 えー、1600円で買ったものが5倍以上の、えー、値段で売れちゃうとか、まあ、そういうねこんな割高でほんと売れんかいなという値段でね、えー、売れてったり買っていく人がいます、まあ、そういう状況態なんで Amazon オーストラリアでねマーケットプレイス開始しました日本に住んでるあなたにオーストラリアのアマゾン副業で今の本業より稼ぐことができるチャンスがやってきますまずはここをクリックしてね オーストラリアアマゾン輸出サポート申し込むページを見てください。まあ、サポート費用とかね、あるいはこんな商品がいくらで売れてるとか、こんだけ差額があるとか、そういう商品の一覧とか、サポートの内容なんかをご案内してます。こちらをクリックしてご覧になってみてください。以上、天ーアカデミー堀秀夫でした。